日本がイギリス及びイタリアと共同開発を進めている、次期戦闘機開発計画グローバル戦闘航空プログラムグローバルコンバットエアープログラム GCAP-GCAP については、先月イギリスで開催されたファーンボロー航空ショーに実物大のコンセプトモデルが公開されるなど、ここまでは順調に推移していると見られていたね。しかしながら、ここに来てイギリスで政権交代が起こるなどして、GCAP を取り巻く環境に変化が生じており、その進捗だけでなく計画そのものの存続について様々な憶測が飛び交っているらしい。今回はそんな非英参加国で共同開発を進めている次期戦闘機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。イギリスでは2024年7月に下院議会定数650議席の総選挙が実施され、その結果として野党の労働党が412議席を獲得して、それまでより211議席も増やし、政権与党だった保守党は251議席を減らしてわずか221議席に落ち込むという歴史的な大敗を喫したよ。2022年10月に任命されたばかりの保守党のリシ・スナク首相は、2年に満たず政権を手放すこととなり、代わりに労働党政権が樹立されることとなり、党首のサーキア・ロドニー・スターマー氏が首相となって、スターマー政権が発足して14年ぶりの労働党政権が誕生したんだ。スターマー新首相はこれまで、日英イ3カ国による次期戦闘機の共同開発計画 GCAP について、非常に重要との認識を示しているものの、タイムズ紙などのイギリスメディアが報じたところによると、スターマー政権は来年前半に防衛計画の見直しの結果を公表する予定としていて、国防省のルーク・ポラード閣外相が7月18日にロンドンで開催された軍事関連イベントにおいて、国防政策の見直しで何が起きるかについて現時点で予断するのは適切でないと述べたことが GCAP の見直しを示唆しているのではないかとして波紋が広がったね。ザ・タイムズはさらに関係者の話として、ある財務省高官が次期戦闘機の共同開発化、米英豪による安全保障の枠組みを犯すにおける、オーストラリア海軍の原子力潜水艦開発に協力するか、いずれか一方に絞るべきだと述べていることを伝えた上で、イギリス国防省が GCAP の共同開発にかかる最終的な開発費見積もりを明示できないために、財務省が計画の推進に懸念を示していることがその波紋の根源であるとしているな。しかしその一方で、もし GCAP 計画をイギリスが一方的に打ち切るような事態になった場合、日本との関係をこの先50年から100年にわたって破壊することになるとして、近年良好である日本との関係性の悪化を懸念する防衛アナリストのコメントも伝えていて、スターマー政権がどのような国防方針を示すかが注目されている中、同政権が7月16日に国防方針の見直しを発表したぜ。それによれば、スターマー政権では保守党政権時代に定められた国防方針をそのまま踏襲するつもりはなく、国防費を対 GDP 国内総生産比で 2.5% にまで引き上げることや、引き続きウクライナを支援することなどが確認されたが、GCAP を含めた個別の案件については言及されず、その方針は未だに不明らしい。EU 離脱を決定した保守党よりも労働党は EU 寄りとされていることから、経済の低迷によって限られているイギリス国防予算の振り分けについて、時間的に余裕があり緊急性においては優先度が低い GCAP への支出を抑える可能性があるとの見方があり、さらには今年実施されるアメリカ大統領選においてウクライナ支援よりもアメリカ経済を重視するトランプ大統領が返り咲いた場合、ウクライナ支援は欧州各国が中心となって実施しなければならなくなる可能性が高く、EU よりの労働党スターマー政権がウクライナ支援をより明確にする可能性が高いとみられ、GCAP に注ぎ込む予定の予算をウクライナ支援に充てることは十分に考えられると見る向きもあるよ。イギリスのシンクタンクである国際戦略研究所 IISS では、現在のイギリスと日本の関係は非常に良好であり、1902年に結ばれた日英同盟以来の親密な関係であると思われるとした上で、イギリスが欧州連合 EU を離脱する前の日本とのつながりは経済が中心だったが、
EU 離脱後はより軍事戦略的につながりに推移しつつあって、安全保障にも焦点が当たるようになったとして、第二次安倍政権以降、日本政府がインド太平洋地域への関心を国際的に広げる努力をした結果だと評価したんだ。そしてさらに、労働党はこれまで伝統的に防衛政策に弱く関心が低いとされてきたが、それはソ連が健在だった1980年代の東西冷戦時代に反核や軍縮を推進したことに起因しているとして、労働党はこうした防衛に弱いとする評価を覆すため、アメリカやオーストラリアとのオーカスを支持する姿勢を明らかにするなどして、既存の取り組みを維持するとの方針を取ると思われると述べていて、このこともイギリスが GCAP を離脱する可能性が高いとする根拠の一つなんだ。イギリス労働党は、かつては親中国をあからさまに前面に出して、中国との蜜月時代を築いていたことがあるが、近年の中国による力による現状変更については容認できないとの立場を示しているため、中国との蜜月関係が復活することはまずないと見られており、アメリカをはじめとする西側諸国と歩調を合わせるため中国には厳しい姿勢を取らざるを得ないだろうとの見方が出ているぜ。そのため日本のメディアや軍事専門家の見方としては、スターマー政権がインド太平洋地域に影響力を示す必要があることを指摘した上で、オーカスだけでなく日本との GCAP を含む防衛関連の共同プロジェクトをこのまま継続して、日本との関係を希薄なものにしないであろうとの声が高まっているとされ、日本政府はこの先スターマー政権に対して、インド太平洋地域から中国の影響を希薄にすることの重要性をアピールし続ける必要があるとする声が高まっていたな。これらのことを受けて、林芳正官房長官は7月22日の記者会見において、11日に実施された岸田文雄首相とスターマー氏との初会談では次期戦闘機の共同開発へ協力する方針で一致したとして、引き続き、日英3カ国間において緊密に連携し、GCAP 共同開発を着実に推進すると述べたよ。その他に木原稔防衛相が22日にイギリスに向けて出発し、次期戦闘機の共同開発を成功させる重要性をスターマー政権に対して改めて訴えるとしていて、イギリスの GCAP 離脱を阻止する構えを見せているね。そのような状況下で開催されたファーンボロー国際航空ショーに姿を現したスターマー首相は、GCAP を主管する BAE システムズが出品した GCAP のコンセプトモデルの展示がなされたことについて、この GCAP で我々は大きな進歩を遂げていると述べて開発の重要性を強調したことが報じられ、新政権においても GCAP が継続される可能性は高いとの見方が広がっているんだ。また、BAE システムズが展示した実物大のコンセプトモデルが話題を呼んでいるぜ。展示された GCAP コンセプトモデルは、これまで三菱重工業が発表していた次期戦闘機や、BAE システムズのテンペストとして発表していたコンセプトモデルと比べ、主翼が三角形のデルタ翼となって幅が広くなっているなど進化したデザインとなったな。このデザイン変更について軍事関連メディアや軍事専門家から、GCAP では将来においては戦闘機同士による近接空中戦ドッグファイトは発生しなくなる可能性が高いとして、空中戦で重視される機体の機動性能よりも、翼を広くすることで内部燃料タンクを大型化して搭載燃料量を増加させ、航続距離を稼ぐ方針に転換されたのではないかとの見方が出ているらしい。また、空気抵抗をより低減するデザインとなり、主翼が大きくなることで揚力が増すことによってミサイルなどのペイロードを増強させる狙いがあるのではないかとの見方もあるね。いずれにせよ GCAP についてはイギリスの防衛産業がすでに動き出しているだけでなく、その管理を目的とする国際機関として、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関 GIGO を設立するための GCAP の設立に関する条約が締結され、3カ国の企業による共同開発が動き出しており、イギリスが一方的に離脱することは西側諸国におけるイギリスへの信用低下につながることから、離脱の可能性は限りなく低いとの見方が広がっているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
米空軍 F-35A 戦闘機と中国空軍 J-20 戦闘機が幾度となく空で遭遇しているらしいよ。調べているうちに J-20 戦闘機のとんでもない情報を入手したぜ。今回はそんな米軍機が日中中間線を突破し中本土に接近した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。中国空軍の最新鋭戦闘機 J-20 は、いわゆる第5世代に分類されるステルス戦闘機であり、中国での愛称はマイティドラゴンと呼ばれ、2017年3月に運用が開始されたものだね。第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月にアメリカで運用が開始された F-22 ラプター、同じく2015年7月に実用化された F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニング2に次いで、世界で3番目のステルス戦闘機となるよ。世界の第5世代戦闘機と呼ばれているものは、現在のところ2020年12月に運用が開始されたロシアのスホイ57を含めた4機種のほか、インドの AMCA やトルコの TFX などの第5世代機計画が存在するだけなんだ。2022年3月に米太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官が、ミッチェル航空宇宙研究所によるインタビューの中で、東シナ海において米空軍の F-35 が飛行中に、中国空軍の J-20 と遭遇して交戦寸前の状況まで接近したことがあり、F-35 パイロット曰く J-20 の性能と中国軍パイロットの連動について、想像していた以上に高いものであったと述べているな。また、その付近には中国空軍の早期警戒管制機 KJ500 空K500 も一緒に飛行していて、それらの間で統制の取れた行動を見せていたらしく、中国空軍の実力を侮ることなく正しく評価した上で対抗策を講じるべきであると指摘したぜ。なお、ケネス司令官は J-20 の運用については、J-35 のような対地対艦攻撃能力も合わせ持つマルチロール機となるのか、あるいは F-22 のような制空戦闘機となるのかとの判断は、時期尚早であると答えたらしい。J-20 は、中国航空工業集団公司の一つである成都式工業公司で開発されたことから、地音部 J-20 や、中国の軍事マニアの間では中国語でリボンを意味する数台とも呼ばれているね。これは、中国での第5世代機の呼び方である4台機の4台と数台の発音が似ていることと、J-20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が薄くて平らなリボンのような形状をしているものが多いことに由来しているんだって。J-20 の開発は1990年代に始まり、2010年の末には成都式工業公司のテスト飛行場敷地内で地上走行試験が実施され、飛行式の軍人関連ウェブサイトに機体の映像が載せられたことで、その存在が広く知られるようになったよ。2011年1月には初飛行に成功したけど、その機体が電波吸収素材の塗装が確認されたことから、ステルス性の高い機体であることが囁かれ、そのレーダー反射断面積 RCS は 0.025 平方メートルと推測されたみたい。その推測値は米空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトホークと同程度であり、F-35 の RCS が 0.0015 から 0.005 平方メートルで F-22 も 0.0002 から 0.0005 平方メートルであることと比較すると、ステルス性能では若干劣るようだな。2016年11月1日に、広東省の市会で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初めて2機の J-20 による、デモンストレーション飛行が公開され、中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていることを国内外にアピールしたよ。その後2018年9月には J-20 が量産体制に入り、年間40機のペースで製造されると報じられ、2019年から東部戦区に配備が始まっているね。なお、第5世代ステルス戦闘機では世界初の複座型が作られていて、後部座席の乗員はロイヤルウィングマンのような無人航空機と編隊を組んだ際の管制を行うようだぜ。J-20 の初言としては、全長 21.2 メートル全幅 13.01 メートル全高 4.69 メートル空挙重量 17,000kg 最大離陸重量 36,300kg。実用上昇限度2万メートル、最高速度 2500km パワー。
最大航続距離 5900kg と言われており、双発のエンジンは初期型においては、ロシア製デスホイ27フランカーに採用されている。サプールンエール 31FM に最大推力 145kN を搭載していたらしい。しかし、2021年9月の航空ショーでは最大推力 147kN の国産エンジン WS10C が搭載された J20 を飛行させ、このタイプの J20 が量産体制に入ったとアピールしたわけだ。中国では、J20 用エンジンとして最大推力 180kN の WS15 の開発を進めていたけど、それが一向に進まないため、すでに開発済みであった WS10 の推力を引き上げ、魚市場のステルスノズルを備えて J20 に搭載し、2023年に完成予定の WS15 実用化までのつなぎとしたんだ。ところが、WS10C には推力変更ノズルが搭載されていないことをゆえに、空中機動性において F22 より劣るとされ、香港のサウスチャイナモーニングポスト紙が、中国では2022年から WS10C に推力変更ノズルを搭載するアップグレード開発が進められていると報じているね。また、J20 のセンサーにはアクティブ電子ソーサーレイ ASA レーダーが搭載されており、このレーダーは2000から2200個の送受信モジュールを備えていて出力電力は 24kW に達するらしいよ。この数値は、F22 が搭載している AESA レーダー ANAPG77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っているため、J20 に搭載されている AESA レーダーの方が探知距離は長いだろうと予測されているな。また J20 には、F35 に搭載されている ANA-Q37EODAS に酷似した分散開口システム DAS が採用されていて、機体の各部に複数のセンサーや機種の下部には F35 と同様に電子光学照準システム EOTS を備えており、F35 の EOTS-86 が空対空空対地赤外線捜索追尾機能を結合しているのに対して、どちらかというと J20 の EOTS は空対空目標の捕捉照準に比重を置いているらしい。2000年代の初頭では J20 の1機あたりのコストは4億5000から5億元約88から98億円であったの対して、現在は1億から1億2000万ドル約132から160億円まで上がってしまい、これは開発過程において大幅にコストが上昇したことを意味しており、推定されている研究開発費は約300億元約6000億円以上とも言われているぜ。一方で F35 のコストは、直近で導入を決定したフィンランドが1機あたり約7300万ユーロ93億円で購入すると報じられているので、J20 はかなり高く感じるけど、量産体制に入ったことで現在では多少は下がっているみたい。また、日本が購入する F35 の価格が1機あたり約130億円で J20 並みの価格となっていることを、アメリカの言いなりになってカモにされているのではないか?と批判する声が左翼政党や左翼メディアなどから上がっているけど、これは日本での F35 の製造に国内企業を絡めたことが要因となっているんだ。日本の防衛省は主力戦闘機採用の条件として、国内企業に機体やエンジンの生産、整備を部分的に任せることを挙げており、F35A を選定するにあたっては、アメリカ政府とロッキード・マーチン社が機体の最終組み立てや検査をするほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに日本企業が参画することを認めているな。この条件を付加する背景には、国内企業に仕事を与えて国産化を目指す次期戦闘機の開発に必要な技術力を維持することを目的としており、そのことで新たな設備投資やライセンス獲得費用も必要となり、そのための経費が調達価格に上乗せされていると言って間違いないぜ。皆さんも2022年2月24日にロシア・ウクライナ戦争が勃発したことにより、世界中で武力や防衛力の強化が行われてきた印象が多いと思うよ。こうなってくると、当然ながら日本も遅れを取らないようにしなければならないよね。今や中国はアメリカに次ぐ軍事国家と言われるような時代になってきていて、現在のロシアはウクライナとの戦争によって、兵力や武力不足で衰退しており、日本が本気で意識しなければならない相手は中国だけだからな。
日本政府の中にも親中派がいるので、まずはそういう輩を排除してもらいたいところだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2021年4月8日、米国議会上院外交委員会は国際法をねじ曲げ露骨な海洋進出を企てる中国に対し、超党派で戦略的競争法を取りまとめて今後同委員会で審議することを明らかにしたよ。280ページにも及ぶこの法案は、今後米国政府がどのように中国と対峙していくべきかを示されたものだな。今回はそんな戦略的競争法について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在の中国との対立は新冷戦とされ、かつての東西冷戦と同じかそれ以上の危機として東アジアにおいて一触即発の状況のもと、超党派で国難にあたるアメリカ合衆国の結束を久々に見ることができたのは、米国を分断させたトランプ前大統領が去り、共和党議員にのしかかっていた重しが取り除かれたおかげだろうね。この法案では米国政府に対して同盟国との連携強化を求めるとして、中国の攻撃的かつ独断的な行動への抑止力として、同盟国にもそれぞれ役割を果たすよう求め防衛力の向上などを促すべきであるとした上で、インド太平洋地域の安全保障のために米国からの支援を優先させ、中国との競争においてその軍事的投資は適当に割り当てるべきとしているよ。台湾との関係強化については、政府軍高官同士の交流には制限を設けないとしているほか、新疆ウイグル自治区での虐殺とも言える強制労働に関係した中国当局者には制裁を科すとしているな。また、インド太平洋地域の課題に対応するべく日米合印4カ国の枠組みであるクアッドに注力していくことも盛り込まれているぜ。そして日本の尖閣諸島については、日米安全保障条約第5条の適用対象となることが改めて確認され明記されたわけだ。日米安全保障条約第5条では確定役国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言するとされていて、米国議会が尖閣諸島を日本国の施政の下にある領域として認識されたことに他ならないんだ。この戦略的競争法について、上院外交委員会のメネンデス委員長は声明を発表。かつてない超党派での試みであり、中国による世界に対する法外な挑戦に対抗するあらゆる手段を動員することができるとして米国議会が一致団結して中国に対抗することを明らかにしたよ。これを受けて中国外務省の趙立堅報道官は記者会見で、米国上院外交委員会がまとめた戦略的競争法に断固として反対するとして、中国は米国との衝突を望んではおらずウィンウィンの関係を築くことを願っているんだけど、中国の主権安全保障国益を脅かすものには対抗していくと強い反発を示しているね。2021年になってから、インド洋から南シナ海、東シナ海での中国対日米欧の構図による挑発的な軍事行動の応酬が際立っているよ。中国はここ数年、南シナ海における九段線の主張を盾として、干渉を埋め立てての軍事基地造成による実効支配を確立させつつあり、東シナ海においては日本が領有する尖閣諸島を中国の領土と主張して海警局艦艇を派遣して日本の領海に居座らせ続けているんだ。さらには台湾への侵攻を思わせるかのように、これまで越えることがほとんどなかった台湾海峡上の中間線を越え、多数機による台湾防空識別圏 ADIZ へ侵入を繰り返しているな。これらの中国軍の動きに対して米国は、第7艦隊所属の駆逐艦による航行の自由作戦を台湾海峡や南シナ海において展開し、南シナ海に断続的に空母打撃群を派遣して軍事訓練や演習を実施してきたぜ。そんな状況下に中国は4月5日、空母遼寧以下6隻の艦隊を沖縄本島と宮古島の間にある宮古海峡の通過と、太平洋に進出させ台湾周辺で訓練を実施したことを発表したわけだ。
この軍事行動には、台湾近海や南シナ海に展開する米海軍を牽制する意味合いと、5日から7日まで実施されたクアッドによる海上合同訓練ラペールズのタイミングにも合わせた G 行動であるとされているよ。ラペールズはクアッド非米豪印4カ国にフランス海軍も参加してベンガル湾で行われた海上合同訓練で、中国に対抗したものであることは明らかであったんだ。また、中国海軍による G 行動にはもう一つの意味があるとして、それは4月16日から開催される日米首脳会談への牽制であろうとする声が上がっているぜ。この日米首脳会談ではバイデン大統領から菅首相に対して、台湾有事への危機感の共有と日本によるサポート内容の明示を求められるものと思われ、さらには尖閣諸島問題だけでなくインド太平洋全域においての安全保障について、日米それぞれの役割分担の議論が米国主導でなされるであろうとされているな。今回の米国上院議会による戦略的競争法で、法案の中に尖閣諸島防衛について織り込まれたのは、米国から日本へのプレゼントであるとも考えられるね。つまり、米国は尖閣諸島有事の際には安保を発動して日本をサポートするから、その代わりに台湾有事の際には協力をしてもらいたいという交換条件なのかもしれないな。米国にとっては台湾を失うことは、対中国戦略を練り直さなければならないほどの死活問題であり、その重要性は韓国の比ではなく、米国にとってはどうでも良い尖閣諸島での安保適用を明言してまでも日本の後方支援を必要としているわけだ。これに対して菅首相が日米首脳会談でどこまで踏み込んだ回答をするかが注目されていたぜ。菅政権の主要政策である2050年カーボンニュートラルの実現に際しては、排ガスを出さない電気自動車の開発と普及が必要不可欠であるが、この電気自動車の性能向上と量産化のためにはレアアースを確保し備蓄することが重要であるが、その主な輸入先は中国なんだ。中国に代わる調達先が見つからない限り、現状以上に中国との関係を悪化させるわけにはいかないのが菅政権の本音であろうし、日本国内企業と中国市場とのこれまでの結びつきを考えるならば、露骨に中国と対抗することができない弱みがあるよ。また、対中国においてバイデン政権と完全にと同調するためには、自民党内で力を持つ二階氏を筆頭とする新中国派からの突き上げを抑え込まなければならず、果たして菅首相がそれを抑え込むことができるのかということには疑問符がつくぜ。先の中国空母艦隊は未だ台湾近海での訓練を続けているものと想定されている中、休暇に米海軍は空母セオドア・ルーズベルトの空母打撃群が南シナ海で軍事演習を行ったと発表したな。米中の空母艦隊が至近距離で演習や訓練を行っているこの状況は、何らかの齟齬があれば戦闘が発生しかねない危険さをはらんでいるんだ。今日この瞬間にも米中の衝突が発生するかもしれない中で、菅政権は一刻も早く、海上自衛隊の海上警備行動時の武器使用基準の緩和と、防衛出動を速やかに発動するための要件緩和など法整備を急がなければならないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。